ちゃー、ひなたです。今回はダイエット宣言をします。はい、今私ね、ダイエット中なんですけど、最近別の企画で身体測定を測ったんですけど、その時に測った体重が衝撃すぎて、ちょっとこれはまずいなっていうことでダイエットをね始めてるんですけど、状況前の体重に戻したいっていうので、食事をちょっとメインに今頑張っているんですけど、なので今回は1日の食事を皆さんに紹介したいと思います。イエイで、食事を気をつけてるということで、マネージャーさんとかにちょっと相談をして協力していただいてるんですけど、こんな感じでじゃじゃん、こんな手を作っていただきました。すごくない？これを参考にしながら最近は食事を気をつけてます。ということで皆さん、私の食事をぜひ参考にしてみてください。ではやっていきたいと思います。それではレッツゴー。さっき、ゆで卵を茹でてたので、ちょっとこれをね、皮を剥いてお皿に入れたいと思います。朝ごはんは結構自炊とか時間がないからあんまりできないので、簡単に用意できるものをします。ゆで卵はもう全部こんな感じでガーって割れ目を入れることによって剥きやすくなります。あとは茹でる前に穴を開けるとより剥きやすくなります。ちょっと違う、もうこんな段取り悪いことある今回は無糖じゃないんですけど、無糖ヨーグルトとかでもバナナって甘さがもう出してくれるので、無糖とかでもいいと思います。じゃあできたのでやばいよねこれ。はい、朝ごはんこんな感じです。バナナとヨーグルトとゆで卵2個とパン2個、いただきます。私は結構普段朝ごはんを食べずに、なんか朝昼兼用の夜ごはんの2食で食事をしてたんですけど、それだと本当に良くないみたいで、朝ごはんを食べないと本当にデメリットしかないってちょっと教えていただいたので、朝ごはんは絶対に欠かさないようにしています。オイコスってさ、めっちゃヨーグルトがさ濃厚だからマジで美味しいタンパク質も入ってるしね。まあ食事をメインに気をつけてはいるんですけど、ちょっと筋トレだったりとかウォーキングとか、今日は1万歩歩くぞっていうのを決めてやっているんですけど、やっぱタンパク質とかが必要になってくるかなと思うの で、あとはゆで卵とかもね、タンパク質が取れるのですごくおすすめです。なんか腹持ちもいいし、本当におすすめやっぱりどうしても朝ごはん食べてもちょっとお昼までの間にお腹空いちゃったりとかあると思うんですよ。だからそういう時とかは干し芋とか栗とかがすごくいいと思います。じゃあこれ全部食べたいと思います。朝ごはんは食べられました。お味噌汁、おいい和食。何のお味噌汁が好き？私は赤だしが好きです。具は何だろう、マジ何でもいける。具何入れてますか？いつもわかめと、わかめね、大事だ、シンプルか、定番定番。でも大根が一番好き。わ、待って、あのね、しみしみのね、大根が美味しい、味噌汁しみしみの。はい、ということで食べ終わりました。ごちそうさまでした。じゃあちょっとね、もうお昼ご飯まで時間があるので、散歩がてらちょっとお昼ご飯の買い出しもしたいと思います。昼はお昼買ったおにぎりと、めっちゃ簡単も何も作らない、とトマトジュース、あとはサラダこれもスーパーとかで売ってるミックスサラ
ダを入れました。これ結構大容量に入ってるので楽ちん完成めっちゃ簡単。お昼ご飯です。めちゃくちゃシンプルなんですけど、コンビニのおにぎりとサラダと玉ねぎのドレッシングとトマトジュースです。いただきます。朝ごはんが結構ボリューミーだったので、お昼はこれだけで全然足りちゃいますね。私は結構早食いしちゃう癖があるので、ちょっとそれを防ぐために主食の回数を増やすように気をつけます。朝は野菜があんまり取れてなかったので、サラダ、野菜をメインにトマトジュースとサラダで摂取します。ここ最近の食事は結構野菜とか魚をメインに取るようにしています。本当に鮭しか食べれるものがなくて、おにぎりの具がねだから何みたいな感じだよねパリパリ派か海苔、しなしな派、どっちですかとってもいけるタイプですね。あー、なんかこれ分かれる。そう、私はもう断然パリパリ派です。だからあのラーメンに入ってる海苔とかあんまり好きじゃない、しなしなの。あ、ラーメンだわー、思い出したら食べたくなっちゃうもうラーメンここ最近マジ全く食べてない。マネージャーさんのダイエットのモチベーション上げる方法って何がいいと思いますか？なんか続かないっていうか、モチベーションがないと結構きついじゃないですか、ダイエットって。でもその上げ方があんま分かんなくてまあいろいろあるけど、自分の中でこれっていうものがなくて、着たい洋服が着れるように。あー、確かにこの体型だったらきっと似合うだろうなとか。本当にそう、いいですね、そのモチベーションの上げ方。一番痩せてた時の自分が入れるように頑張ろうとか、そう、上京前から本当に5キロぐらい太っちゃってやばいよね、本当にやばいんですけどその時に履いてたズボンとかスカートとか、あれこんなきつかったっけみたいな。やっぱそこで改めて自分って太ったんだなって、体重増えたんだなって気づきますよね。そこで、あとはウォーターを飲むことがめっちゃ重要。マジ早い早い早い滑舌どうしてやばい、回らなすぎる。本当に肌が綺麗になる。あと眠いむくみがなくなるよ。うん、私の場合は水分不足でむくみやすいっていう体質なのかなって自分的には思ってて、水をしっかりたくさん飲んで、その分汗かいて老廃物出すっていうことをすると本当に眠くまなる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 むくなくなくえむくまなくなるごちそうさまでした。片付けてきます。はい、夜ご飯作りたいと思います。まあ、作るって言っても本当にチンしているだけなんですけど、具沢山の野菜スープミネステローネですね、これをチンしてお皿に分けたいと思います。で、あとは冷ややっこですね、豆腐の上にキムチを入れて食べたいと思います。なのでマジで夜は超ヘルシーです。準備もめちゃくちゃ簡単です。これはもうチンして入れるだけでしょ。これなんかもう豆腐の上にキムチ乗せるだけ、簡単、なんかすごく美味しいです。じゃあ準備していきます。このキムチめっちゃ美味しい。ほら、名前の通り美味しいキムチって書いてあるでしょ。マジ美味しいです。はい、夜ご飯はこんな感じです。ミネステローネと豆腐とキムチですね。すごい見栄えがめっちゃあれなんですけど、しっかり野菜も入っているので、豆腐もタンパク質とかも取れるので、すごいヘルシーなメニューになってると思います。いただきます。うまっ、おいしい。やっぱなんか自分で作るとかってなると、なんていうんだろう、なんかめんどくさくなっちゃって逆に続かなくなっちゃうから、本当に
こういうレトルト食品とか入れるだけとかそういうのでできちゃうので真似しやすいかなって思う。でもちょっと今日ご飯食べ過ぎたなって思った時は豆腐とキムチマジ美味しい。このミネステローネは具がゴロゴロでミネストローネこのミネステローネはこのミネストローネやばい言えないこのミネストこのミネステローネミネストこのミネストローネは具がね大きいんですよ。だから食べ応えがあってすごい美味しいです。じゃあ全部いただきたいと思います。ということでね、まあ、1日の食事こんな感じだったんですけどどうでしたでしょうか。他にもね、まあ、毎日このメニューなわけじゃないんですけど他にも、まあ、オープニングの時に紹介したこの献立なんですけど他にもあの和食の日だったりとかもあるのでご飯とか卵焼き納豆副菜味噌汁果物あとは、まあ、夜ご飯に白滝担々麺とか糸コーンパスタとか糖質ゼロ麺とかもあります。これで不思議とどんどん体がスリムになっていっちゃいますという感じで皆さん今ダイエットしてる方が見てる方でいたら一緒に私と頑張りましょう。頑張って可愛い自分に出会うぞということで最後まで来てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。